さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。本日はですね、バインディングのアンクルストラップの調節と、このアンクルストラップのよりフィットさせる締め方っていうのをちょっとお伝えしたいと思います。あのブーツの方、1個前の動画でブーツの履き、方っていうのをレクチャーしたので違うブーツになってますけれども、そういった流れただけで普段こうやって滑ってるわけじゃないです。ですね、まずアンクルストラップ、トゥストラップ、バインディングでストラップ2本あるじゃないですかね。このストラップでもアンクルストラップを締めることで自分の、足、ブーツとバインディング板の方がフィットするっていう一番の要かなって思うんですよね。体と板をつなぐ一番の場所はどこですかって言ったら、これはアンクルストラップっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。もちろんステップオンとかで違う作りでアンクルストラップ搭載してないものもありますけれども、基本的には一般的なバインディングではこういった考え方でいいんじゃないかなと思うんですね。そうするとこのアンクルストラップが緩い状態で滑ってる人と、そこからカチャカチャカチャがもし3つしっかり強く締められるよっていう風になった状態だったら、雪面のボコボコとかハイスピードってなると、やっぱりしっかりと締まってて板と体のフィットがグッっていう風にされてればされてるほど、パワーも逃げないし、クイックでスピーディーなボード操作がやりやすくなるというふうにつながっていくんじゃないかなと思います。なのでアンクルストラップが緩め、もしくはブーツが緩めがいいよっていうのは、緩斜面であんまり斜度ないところでグラトリやったりするとか、あとはパークでレールのこの形の練習したいんだとかっていう時には、アンクルストラップ適切に緩めてあげた方が、そういうスタイル形っていうものが取りやすくなるんじゃないかなと思うので、今回はハイスピードでスノーボードを楽しみたい方、カービングとかボコボコでもうカービングしながら突っ込んでいきたい方はぜひ聞いてみてください。じゃあ早速ブーツ履いてみ、あ、ごめんなさい、バインディング履いてみますね。この状態から普通にここ締めるで全然大丈夫なんです。でトゥーストラップも普通に締めるで全然大丈夫です。でここなんですけれども、このアンクルストラップのこのラチェットって言います。これ今この状態から起こそうとすると、この角度で一回引っかかります。で、ここから起き上がらせるようにカチャを引っ掛けに行くので、これだとちょっと力が入りづらいんですね。で、これをここから仕掛けるんじゃなくて、これもこう動くので、ある程度起こしちゃってから引っ掛ける。で、この状態からグッっていう風に押すと体重もかけられるので、よりフィット感が出やすくなる。最後の最後、もう一つカチャをやるっていうのが、こっからやるんじゃなくって、この辺から仕掛けてあげると体重を乗せやすくなる分、よりフィットしますよという感じです。ここがここから起こし始めると起こしづらいです。手の力でやらないといけないので、なんでこの辺まで起こしてから根元が引っかかる、ギザギザに引っかかるようにして、この辺からグッグッグッてやると体重かけられるように締められるから、よりフィット感が上がるんですね。という感じで、特に前足のアンクルストラップのホールド感っていうものはしっかりと、つながってた方がスピードに対して強くなる、ボコボコに対して強くなるだろうなと思います。というのも、普通にスタンス広げて直角行の姿勢とって、低くなったり高くなったりいろいろ動くと、後ろ足の足首は結構曲がったり伸びたりしますけど、前足の足首ってあんまり曲がったり伸びたりしないなって思います。なので前足はいい意味で支える足としてアンクルストラップしっかり締めてあげましょう。後ろ足は動かせる柔軟性があった方が、いろんなポジションをいろんなコントロールしやすくなるので、多少動かせる余力があるといいんじゃないかなと思います。でこれどのぐらい締めておけばいいのかっていうのを、レッスン来ていただいた方はもちろん詳しく説明してるんですけれども、動画見ていただいている方、これちょっとよかったらチェックしてみてください。ここです。アンクルストラップの根元を詰めるよっていうポイントの場所になります。で僕バインディングは M サイズです。ブーツ 24.5 使ってます。この場合アンクルストラップの根元一番詰めた状態までしっかりと短くして、アンクルストラップラチェット使うようにしてあげてください。でこれ 25.5 まで一番詰めた状態でいいんじゃないかなって僕は思います。で 26.5 の人はここ1個
余力持たせてつないであげるっていう風にしてあげると、ここの足首周りのフィット感っていうのがしっかりと出していけるので、ここの根元の調節を 24.5、5.5 の人は一番短く、 6.5、7.5 ぐらいの人は1個余力持たせる感じで詰めてあげるとすごくフィットが良くなっていいんじゃないかなと思います。というのも、同じユニオン D ラックスのチームメイトの、小笠の滝口正史君、あの SAJ でも連覇してるすごいあのスノーボード上手い方ですけれども、マーシーが 26.5 のブーツで M サイズで、この足首の根元は一番詰めた状態で使ってるんです。 26.5 だけれども一番詰めてラチェット締めてしっかりとフィット感を出して普段から滑ってるので、ボードコントロールとかそういうボコボコとかそういったところにも強いライディングが身についていってるんだろうなというふうに、マーシーの滑りを見ながら僕は感じている次第です。で、今シーズンの初めにこのアンクルストラップもっと締めたいよね、俺もう一個穴あると嬉しいんだよっていうお話を僕マーシーにしてみたら、いや僕もそれ思ってるんですよ、でもお前 26.5 でしょ、そうなんですけど本当はもうちょい締めてみたいなと思ってるんですよねみたいなことも言ってたので、もしかするとこのアンクルストラップの部分を皆さんもちょっと詰めてあげるだけでフィット感ものすごく良くなって、雪質とかスピードとかにあんまり左右されないようなライディングテクニックっていうのが身についていくんじゃないかなと思います。要は上達していくんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ板と体をつなぐ一番の要となるアンクルストラップ、目安としては根元の部分の調節からしっかりとしてあげましょう。そしてラチェットは手の力じゃなくてある程度起こして体重かけるように締めてあげましょうという形で本日の動画を終わりたいと思います。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。